あ、でも路面が乾いてるからいいっすね。ももがプルプルしてきたよ、ももがプル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 、だから立てないもん座ろうベタ座りたやつと疲れちゃうから。でも空気抜いてる割にはリア結構滑ってない？滑ってる？うん、まあいいことなんだけどリアだから。よいしょ、よいしょ、疲れた疲れた。快適快適快適ロードだよ、これだよね。そう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 だよね、これを、うん、いいんだよね。県道46いいんだよね、うん、あ、いいんだいいんだいいんだ。さっきの地図だと46だったから。46だったよね、うん。あー、岩岩岩、何、岩じゃねえなこれ、木木だ、倒れた倒木だよ。おお、結構なヘアピンだった。あ、こんな道なんだここ。結構、うん、すごいね。ね、あ、すごい落ちてるもんね。うん、これあっという間に出るわ、うん、あの道に。カリバ坂から千代丸ぐらいに落ちるわ。こんなの結構 NC でも嫌だよ。だよね。うわ、面白い道だな。何、360度回っちゃうんじゃないのっていうぐらいに。ねえ、すごいな、この下り。うん、ちょっと対向車気をつけないと、なんか気持ちよすぎて、うん、本当に、うん、ごめん、ちょっと止まってくれる？はい。ネットの中何か入ってる。ちょっとじゃあちょっといい、ちょっと止まるよ。直進のとこ、ここで。あ、直進のとこ行く、うん、はい。ちょっと耳の中に虫が入った。ちょっと丹波してね、これちょっとガサガサ言ってるんだけど。よいしょ。ああ。いいな県道46。ねえ。調子こぎ、これこっちでいいね。調子乗りすぎちゃいそうだけど。うわ、すごいな、ここもヘアピンの連続だわ。うん。面白い。なにこの。あれだな。赤城のあのひどい方の。ああ、はははは、下りだな。うわ、怖かった。いやー、これ何これ、ジェットコースターだよ。うわー、今見えなかった。これ相当な急斜面だ今の、ここ。うん、体起きちゃってんもんだって。またアスファルトじゃねえから、コンクリだからさ、下。うわ、すごいわこれ。なんなのこの道。いや、地図じゃわからんよな、道って。わかんないね。おーおーおお。標高差は、うわ。ジェットコースターだよ。すごいよ、だってさ、エンブレーかけないと。そう、エンブレかかってても加速していくよ。うん、これ2速で、多分2速だよ、うん、2速。うん、恐ろしい恐ろしい。うら
だろ、うん、ジェット先が見えないもんね。ジェットコースターだよ本当に。これ下りは楽しいかもしれないここ。いや登りめんどくせえわこれ。登りは嫌だな、なんかな。いやいやいや、回送路だね。回送路だよこれ、ね、面白いなこの道、うん、アップダウンはすげえし。あー、ダムのとこも降りてきた。お、あ、これで、でもあれだよ、あのダムじゃないよ、これが上久保ダム。あ、これ上久保ダムなの。さっきが下久保ダム。これ上久保っていうの。なんかね、もしかしたら。あ、そう、ちょっと 見えねえかな。塩沢ダムだ。ああ、違った、塩沢ダムだ。うん、塩沢ダム、塩沢ダムだ。おお、はい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 。もう降りてきたよ。もう降りてきたね。うん、うん、そうだね。あ、ちょっと待って、赤危ねえ。赤赤ちょっとオーバーオーバー。ちょっとお前、ちょっとお前、ちょっと手前にさ、信号機ありとか書いてた。改装してたからな、心強く。危ねえ危ねえ。3、2、1、5。ゴー、危ねえ。照明衝突だ。危ねえよ。これで出たんだね。あ、はいはいはい、はい、あ、分かる分かる、この場所。あ、ここね、はい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 、うん、ここ、あ、この街中に出る、うん、これか、うん、これだ、この神社のとこだ。うんうんうん、あ、なるほどね、なるほど。あ、いいいい、こっちで帰った方がいい。うん、暑いけどね。うん、暑いけど。これは後ろに行くと延々行けば長野。長野ですね、柵の方だね。柵だよね、あっちの方へ出るよね、確かこれも道、うん、なんかそんな、うん、そうだよね、だって299なんだもんね。はい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 、そうだ、299なんだから、そうだ、うん、だから長野に、うん、信州に、そうそうそうだ、十国峠だ、だね、うんうん、そうだ。で、向こうの秩父の方からだと甲州に抜けて甲斐に抜けて、ああ、はいはいはい、仮坂。あ、れ299ってまだダメなんだっけ。いやー、いけるよ、もういけるんだっけ。うんうん、通ってる通ってる。あー、ダメだダメだけど、うん、ブドウ峠って十国峠の、うん、とこから左に入っていくところが、そっちが開通してるので、うんうん、一応抜けられます。で、299乾燥もしなきゃいけないし、299、あれあれ、ゼロかな、うん、299もしかしてもう抜けたかな、うん、うん、先の方はかなり国道だよね。299ゼロで行って行きはよいよい、帰りかったるいっすよ。あ、帰りは NC、 行きゼロで帰り NC で。どうか、これがあれだよね、土坂峠。うん、いつもこっち。うん、そうだね。いや、もう10時なのにバイクいないでしょ。暑いから。バイクのラホはいないってことだね。だって、リカボスパリーと往復してさ、バイク1台も合わないっておかしいよね。おかしい、珍しい。すごいよね、全部ノーブレーキで行けちゃうもんな。高速コーナーだから。でもゲートラ早いな。追いつけない追い
いつけねえや。いないじゃん。早い軽トラだった。これだけついてればさ、信号なくて。ノンストップだもんね。そうです、そうです。川で手伝ったりですね。何食いつ曲がってみたりしたりいや、左は日々練習だ。あー、イエローカットしてくんないと怖いよな。水少ねえな。少ないんだよ、もう去年からずっと。どこも。おー、倍速きた。3体大型ばっかりだ。豚だ、いや、カブだ。アフリカツインとすごい組み合わせだな。クロスカブと DCX と組み合わせて関係ないかもしれないな。たまたまね、たまたま一緒に。そう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 、アフリカツインは違うと思うよ。水少ないよ、やっぱり神奈子。少ないですね。さん止まんなくて大丈夫？止まんなくて大丈夫？タッチのところを、左に入って、ガソリンスタンドを押します。オッケーオッケー。あ、じゃあちょっと先行ってください。ガソリンスタンド。オッケー、俺も入れる。埼玉県帰ってきました。埼玉県に帰ってきました。こっからが遠いわ。帰ってきたの？帰ってきたの？これこっからが遠い。アスファルトの焼けてる匂いがしてきたね。暑い。